はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安でございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、病院から動画を配信していきます。でこの動画でね、僕みたいに白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。でそして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、いや昨日もそらすごいいびきでしたよ、ほんまにね。なんなんでしょうかね。昨日は8時じゃなくて夜10時からのいびきでしたね、その辺のおっちゃんね。ほんまに。でだんだん僕がおる病室にはね、皆さん退院していってね、6人部屋やったけどね、今3人になってるんですよ。そのいびきのおっちゃんと、そのいびきのおっちゃんの向かいのベッドの人と、でいびきのおっちゃんの横の僕だけになってしまってね。まあもともと静かなんですよね。そのいびきのおっちゃんがおることによって、まあまあうるさいということになってます。日中こう喋って、まあ、僕は喋ってないんですけど、看護婦さんと喋ってるのをね聞いてたらね、もう普通の声は声なんですけども、こんななんか鼻が詰まってるような感じのね声でもないんで、まあでもねえ、やっぱりきっとその、ね、GVHD というフレーズも出てたから骨髄移植された方なんだなとは思ってますけどもね。ひょっとしたら僕もそんな風に、ね、病室でいびきすごかったのかもしれないですけどもね。でもその看護師さんにね聞いたことあるんですよ。いびきってすごかったらどうなんのって。なんか看護師さんら対処するのって聞いたらね、そうですね、あまりにもひどくてクレームとか来たら、いびきすごい時にパッてこう肩触ったりするんです。そしてハッてこう目覚め張って、そのままちょっと寝張るんですけどっていう風にして、いびきは止めるようにしてますっていう風に言われててね。まあそこまでされたことないんで、僕はいびきが少ないんちゃうかなとはね思ってますけどもね。皆さんいつもねコメントありがとうございます。ほんまに感謝してます。もう全部読ませてもらってます、ね、昨日の動画なんでね、入院あるあるとか言っときながらですよ、ほぼほぼ愚痴動画ですよね。でそんな愚痴動画に対してもね、まあ、愚痴は貯めないでね、いくらでも聞くよっていうこう言ってくださる方がね、昨日だけじゃなくてね、これでもたくさんの方々に言われてきたんですよ。本当にありがとうございます。もう励みになってますんでね、すごいね。まあ、なのでといってもなんか変な話なんですけど、まあ、今日はね入院中の愚痴じゃないんですけども、過去に病気になった話、過去になった病気に対してね、まあ、ちょっと理解してもらえなかった悲しい話をね聞いてほしいです。今回の入院に再入院する直前の動画でもね、まあ、皆様にお話ししている通りですけども、まあ、最初は鼻水が原因でね、ただの風邪やろうと思っていたのですが、っていうところまではね何回も何回もお話ししてきました、まあ、そこに何回も出てきましたこの鼻水なんですけどもね、鼻水ね、まあ、実は僕はその鼻水に深い関わりのある副鼻腔炎という病気にねかかりました、過去にね。副鼻腔炎というのはね、ばい菌を多く含んだ鼻水がね、鼻の奥にある鼻腔という箇所にね溜まりすぎてですね、その鼻腔の粘膜障害を起こして引き起こしてしまうという、とても痛くて辛い病気です。ひどくなるとね、鼻水が鼻と耳をつないでいる空気穴みたいなのがあるんですけどね、そこを塞いでしまってね、一時的に耳が聞こえなくなってしまうという、そんな病気です。あれいつ頃やったかな、
まあいいか、その時系列が明らかになると、まあ、今後いろんな問題が発生するんで、まあ、それちょっと置いといてですね、まあ、過去に1回なってるんですよ、さっきも言いましたけどね、まあ、その以前説明したようにね、鼻水がすごくて咳をすれば痰もすごくてねっていうのをね言いましたけども、当時もね本当すごかったんですよ。左耳がね、それによって聞こえなくなってしまったんですよね。まあ耳鼻科に何回か通って出してもらった薬を飲んだら、まあ、治ったんですけどね、結果的にはね。でもほんまにひどくてね、もう鼻をかむだけでうるさい、咳をするだけでうるさいって当時の上司からね、よく怒られたんです。スタッフルームですけどね。そしてね、まあ、僕がだんだんそこに行くのがね、もうね、嫌になりましたね。まあ、そんな声ながらの生活がね、まあ、3週間ぐらい続いたある日ね、まあ、最初は聞こえてたこの左耳がですね、少しずつね、ほんまに少しずつね、聞こえづらくなってきてね、とうとう完全に聞こえなくなってしまったんですよ。片耳が、まあ、左耳が聞こえない状態なので、次はこんなことがね起こってくるんです。自分のね声のボリュームが分からなくなってくるんですよ。で、自分の声っていうのはね、耳の鼓膜のこの振動でね認識するだけじゃなくてですね、体全身で響いてる声をこの鼓膜とかで聞いてるので、あと脳でも聞いてるらしいんですけども、それでよく聞こえるんですよ。なのでね、自分の聞こえる声のボリュームはね、小さくても大丈夫なんですよね。しかしそれはね、自分の声が聞こえる、自分の声が聞こえる声であって、その声のボリュームが小さくては、まあ実際に相手には小さな声としか届いてないんですよ。ややこしいな。もう一回言いますね。自分の声が聞こえる声であってね、小さな声のボリュームは自分の頭の体で聞こえる声であって、でも実際その話しているボリュームっていうのは、相手にしたら本当に小さな声でしか聞こえてないです。相手に届かないんですよね。いつだったでしょうかね、そのいつかの週例でね、一日のその報告をしていた僕はね、当時の上司にこう言われました。お前声小さいねん、なんて言ってんねん、わからんやろ、言いたくないんか。大勢の前で怒鳴られてね、惨めな思いをしましたね。そして僕はこう思ったんです。あ、ちゃんと自分の病気のことを伝えてなかったからや。理解してもらうにはちゃんと自分のことを知ってもらおう、まあ、そう思って意を決した僕はですね、まあ、その修例が終わって他のスタッフ全員が店を出て上司と一対一になるのを待っていました。もともとその上司とは仲も良くなかったというか、まあ、その上司に賛同する連中が多かったので、まあ、全体からすれば僕なんかほんまにはみ出し者だったんですよ。まあ、そんな環境だったので、その待ち時間というのはもうまあ地獄でしたね。長かったし、そしてその時は訪れました。そして僕は勇気を出してこう言いました。あの僕今耳と鼻の病気で声が出にくい病気で副鼻腔、すると上司は僕の言葉を覆いかぶせるようにこう言ってきました。知るか、病気なんかあんか知らんけどな、それはお前の自己管理の問題や。いや、まあそう言われたらそうなんですけどねっていう話でした。まあちょっとこれぐらい止めておきます。これ以上この話を続けると僕の今後の人生においてでさらに面倒くさいことが訪れそうなんでやめておきます。でもすっきりしました。そうなんですよ、理解してもらえなかったんですよね、自分が病気やってってことをね。でもまあ伝えてへんかったら僕も悪いですね。でもまあ
もうちょっと優しくしてくれたらよかったのになっていうのは本音でありますけども、ねえ、まあね、さっきも言ったんですけど、はみ出し物やったんだね、僕なんてね。まあ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 、過去の話なんでね、今更過去は変えられないんでね、まあいいんですけども、ね、だから皆さんはあの変な鼻水とか変な咳とか、ね、出たらね、もうすぐ病院行ってくださいね。絶対病気になる前兆なんでね、ほざらかしにしても全くいいことないんで、よろしくお願いします。あ、好きでした。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらったらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。